い、どうもこちらタナです、今日はですねこちらでございますということで、ソニーの、ね、テープが貼ってありますけども、今回、ソニーストアの方でですねまたとあるカメラをですね今回購入いたしました。はい、ということで、ソニーからですね、新型のカメラがですね、少し前に発表になりまして、実はもう先行レビューしてるんですけども、今回ちょっとこちらですね、ZV-1M2、はい、こちらを購入しました。で、今回ですね、これ開封していって、で、この後ですね、この撮影してる翌日から、なんと出張があるので、その様子とかも、今回ね、ZV-1M2 だけで、撮っちゃおうかなと思います。はい。届いて翌日からも実際に運用していくっていう感じで、使ってみようかなと思います。で、まずですね、開封していくところからね、やっていきたいと思います。いってみましょう。はい、ということで、開けていきまーす。よっと。いや本当にねベストタイミングで来てくれましたね。やっぱりなるべく出張行くとき、Vlog とかね、撮るとしても軽い装備で行きたいんですよ。でこの装備だけだと相当これね軽いと思います。よいしょ。はい、おこういう感じなのね。実はパッケージングは今回初めて見るんですけど、すごい、コンパクトっていうのと、再生素材を使ってるような、紙のパッケージに、ね、なってますね。今までオレンジのね、パッケージだったと思うんですけども、ちょっとそれとは質感変わってます。はい。はい、じゃあ開けていきまして、はい、やってきました。こちらがですね、カメラ、本体でございます。今回ですね、なんと、ホワイトのカラーを購入いたしました。お借りしていた時はね、ブラックカラーでレビューしていたんですけども、今回ね、ホワイトにしました。可愛いですね。あんまり白いカメラっていうのは、個人的に購入したことないんですよ。っていうのも、白買っちゃうと、それに合うレンズがですね、意外となかったりして、白いボディに黒いレンズっていう風によくなっちゃうんですよね。だけど、この場合はですね、もう最初からレンズ一体型になっているので、特にそういうところを気にしなくてもいいよと。いうところですね。すごい可愛いです。はい。で、こちらね、バッテリーとなっていまして、バッテリーがね、こちらですね。NP-BX1 っていうね、X バッテリーとなります。これがですね、バッテリーの容量少ないんですよね。1240mAh となっていて、ZV-1M2 を稼働させる時間がですね、約45分なんですよ。短いっていうところがあって、はい、一応まだね、あるね。バッテリーはある。よかった。で、スマホとちょっと接続していきましょうということでやっちゃいたいと思います。で、その他付属品がですね、はい、こちら、モフモフウィンドスクリーンですね。これも本体カラーに合った、これホワイトカラーが来ております。なんで、ここにね、こう装着を、はい、していきますと、こういう感じでね、使えるということですね。かわいいですね。はい、で、一応これがですね、クリエイターズアップになっていて、ちょっと新しいカメラを接続するときは、カメラのプラスボタンですね、接続するで、はい。あ、もう来てるね。ZV-1M2 来てるので、タップして、あとカメラ側で OK としていくと、アプリと接続ができます。はい、これでね、来ましたね。で、あとはこのアプリ側で、ですね、設定もね、変更できるね。お、すごい、こんなのできるんだ。はい。で、あとは、リモート撮影とかはここからタップしていくと、もう映るはずですね。はい。で、接続としていくと、はい。映りましたね。こんな感じで。じゃあちょっとここに一旦置かせていただいて、はい、今ちょっと、自撮り方向ねこう撮ってますけども、今この画面見ていただくと、出てると思います。瞳のオートフォーカスとかも来ていて、どういう風に映ってるのか確認できるよと。で、あと動きの滑らかさとか、滑らかにね動いてますね。カクついたりとかそんなしてないので、リモートで画面確認しながらの撮影とかでも、十分使えると思います。はい、という感じで、こちらですね、ZV-1M2 がやってきたので、ちょっとこの装備でですね、ちょっとセットアップとかもしていってですね、実際使っていこうと思います。次のシーンからは、ちょっと翌日になるんですけども、この ZV-1M2 で出張に行くので、ちょっとこちらの装備でね、撮影していきたいと思います。では行ってきます。はい、ということで、翌日になりましたということで、もうここからですね、ZV-1M2 でね、撮ります。時間がですね、今は2時前ぐらいですね。今日の飛行機がですね、4時半の飛行機になりますので、そろそろ、出発して、飛行機乗って、出張行ってきたいと思います。今回の目的地も、東京です。はい。毎月東京出張行ってますけども、今回もちょっとね、とある仕事が入ってまして、行ってきたいと思います。では。
行ってきます。はい、ということで、今ですね新千歳空港の方向かっております。ちょっと今サングラスしてちょっといかつい感じに見えると思うんですけど、めちゃくちゃ眩しいよね今日は。今日だって東京真夏日30度超えてるって言ってて、いやー30度超えてるところに、これから行くっていう感じですで、まあ、北海道の方もですね27、8度ぐらいとかある感じなので相当暑いです。で、まあ、日差しもかなり強くてね、今日はサングラスしています。運転するときはサングラス必須だこれも。いやもうね、うん、目がねで、あと結構ねこの300メーター先左方向です。で結構この腕もですね、このなんだろう、日焼けというかドライバー焼け、ドライバー焼けね、しそうになっちゃうんで、まあ、一応あれでね、あの日焼け止め塗ってはいるんですけど、結構厳しい感じですね。あと手ブレとかどうかな。今車載でダッシュボードの上にですね、ZV-1M2 乗せてるんですけども、この揺れとかねどんな感じか、一応手ブレ補正のアクティブモード入れてるんですけど、この辺もねこの車載で耐えられるぐらいなのかっていうところもちょっと見ていきましょう。で後でね Vlog 撮るので、歩き撮りとかね後ほど撮っていきます。よし、スムーズに来れた。時間が今3時前だね、2時51分なので飛行機が4時半だからまだ1時間以上ね余裕ある感じですね。いい感じです。まあ、空港今回かなり混んでるらしいから、まあちょっと早めにね、来た方が、駐車場がね、そう駐車場もいつものとこ空いてないとかね、そういう可能性はすごいあるんで。いやでも今日の飛行機ねすげえ嫌なんだよないや真ん中は嫌だ、真ん中だからね座席して真ん中しか空いてないみたいな。駐車券をお持ち、駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。よし、到着。はい、じゃあね飛行機乗って出張行っていきたいと思います。ちょっといかついねサングラスは。まあサングラスはここまでで、ちょっとメガネに変えて行きます。いや暑っ。今日が6月の25日なんですけど、もう完全真夏だねこれは。まだ7月になってないんだよ。だいぶ暑いわ。でここからさらに暑いとこ行くっていうのがねちょっと大丈夫かなっていう感じですけど、まあ、なるべく外にね長く長時間いないようにねしたいなと思います。はい、ということで空港の2階にやってきました。いや混んでるね、めちゃくちゃ人多いです。いやこれから飛行機乗るのがねちょっと大変だなっていうぐらいめっちゃ多いっすね人。特に修学旅行とかは今回は被ってなさそうだけど、純粋に人が多いっすね。あ、修学被ってるか。はい、今日は妻も一緒にいますけど、妻は今回一緒に出張行くわけではなくて、車をね、回収して送迎係です。はい、展望デッキね、ここから行けるみたいなのでちょっと行ってみようと思います。はい、ということで外行ってもですねちょっと暑すぎたんですぐ建物の中に避難してきました。まあここの方がね快適に見れますね。まあこの ZV-1M2 の内蔵マイクの実力が試されるという、まあ今多分後ろから撮ってると思うんで、声は普通に入ってると思います。時間が今3時半なのであと1時間で、飛行機出発って感じです。まあそろそろね向かいたいと思います。入れます。よいしょ。
はい、ということでね、ホテルの方到着いたしました。今回もですね、宿泊しているのは、羽田空港のですね、直結の、エクセルホテル東京ですね、こちらに来ております。ということで、一応今日の日程としては、これで終了ですね。今日移動だけでも、夜のですね、6時半になりましたので、ちょっとこれからね、ちょっとご飯だけ食べてこようかなと思います。空港の中のね、ちょっとね、レストランとか行ってね、ご飯食べてこようと思います。今回ですね、使ったイヤホンですね、ちょっと紹介していくんですけど、今回はこちらをですね、まあ飛行機の中で使いました。テクニクスのですね、EAH-AZ80 ですね。こちらを使ってですね、めちゃめちゃ快適でしたね。はい。やっぱりね、飛行機とかでこのイヤホン使うとですね、この真価が問われるというか、実力がね、すごい発揮されますよね。まあ、ノイキャンもですね、まあ十分ですね、まあ最強ではないにしても、まあ飛行機乗ってる時にだいぶですね、まあ静かになって、快適に使えるし、今これつけてるんですけど、あの外音取り込みモードでね、使ってますが、まあ快適に使えてます。はい、周囲の環境もしっかりと自然に拾えますし、やっぱり今回のテクニクスね、めちゃくちゃ音いいので、これはやっぱりね、あのバランスいいなっていうふうに思います。まあこちらですね、飛行機でね、使ったり移動で使うのは初だったんですけども、快適でした。で、途中からはあれですね、アニメ見てましたね、Netflix の、推しの子をちょっと見始めていたっていう感じで、1話がね、なんか長かったね、1時間ぐらいあったのかな、結構長い1話だったので、あの途中から見始めたんでね、ちょっと見切ることができなかったんですけども、あのちょっとこの後ね、ご飯食べてから、ちょっとホテルの部屋の中でね、続き見ようかなと思ってます。はい、まあいろいろあるんですけど、今回ですね、これもちょっと持ってきました。ROG エイライですね。これゲームできるんですけど、ちょっとねこれ盲点でしたね。これでディアブロ4をですね、インストールしてたんですよ。昨日の夜から。で、ちょっとホテルじゃなくて、飛行機の中で、移動中にディアブロ4やろうかなと思っていたら、これネットワークね、繋がんないとできないっぽいですね、ディアブロ4。はい。ということで、ゲームはちょっと諦めてですね、音楽聴いてちょっと休みながら、後半からちょっとアニメ見るみたいな感じで、過ごしてました。はい。まあ、こういう感じなんですよ。まあ、読み込めないっていうことで、ネットワークに接続しないとね、ちょっとゲームできなかったので、こちらに関してはね、ちょっと Wi-Fi 使ってね、もう使えるんで、こちらで、まあ夜にねちょっと寝る前とかにね、やろうかなと思います。はい。まあ、今回ですね、まあ意外とこういうね、出張に必須ではないものとかもね持ってきてるんですけど、荷物そんなに多くなくて、それこそカメラとかはもうこれだけですよ。今回 ZV-1 マーク2だけなので非常に軽かったですね。バックパックとかもね、すごい余裕を持って、持ってこれたので良、かったかなと思ってます。まあ、今回ですね、こちらのバックパックで、来ました。こちらね、ドリップのフロアパックフレックスですね。こちらを使って、今回は来ました。ということで、前回ですね、出張で失敗したんですよね。バックパックだけで来ちゃってすごい失敗したので、今回はねスーツケースね。よいしょ。これにまあある程度荷物入ってます。着替えとか、まあちょっとした小物とかですね。あとパソコンとかもですね、スーツケースに、入れてますので、バックパック重すぎるとマジで肩疲れちゃうので、今回は、バックパック軽めにして、スーツケースに、ある程度荷物を入れて、来たっていう感じです。はい。まあ、ちょっと持ってきたガジェットの紹介とかはですね、後ほど、やろうかなと思います。ちょっとね、もう6時半になっちゃうんで、夜ご飯で、ね、食べていきたいと思います。いただきます。この展望デッキは10時までやってるみたいですね。まあ、夜ご飯に関してもですね、なんとか食べることができました。はい。まあ、どこも混んでたんで、まあ、いつものですね、稲庭、うどん屋さんの方に行って夜ご飯を食べてきました。ということで、ちょっとコンビニ寄って、ちょっと夜食を買ってですね、部屋に戻りたいと思います。戻ります。よいしょ。はい、ということで、帰ってきました。ご飯食べてきて、ちょっと買い出しもね、してきたので、何買ったのかとかもね、ちょっと紹介しようかと思います。で、今時間がですね、7時15分ぐらいになりまして、出発してからもう5時間ぐらい、ね、経ったっていう感じですね。うん。ちょっとそっち側の景色見てみましょうか。夜だとちょっと反射してね、あんまり綺麗に見えないかもしれないですね。今こんな感じのところにおります。まあ、いつも泊まってる魔法とはですね、ちょっと逆側のね、部屋ですね。なので朝とかはちょっと海の方がね、見えるのかなっていう感じですね。はい、ちょうど今飛行機が来ましたけども、はい、こんなところです。いや、しかしこのエクセルホテル東急ですね、
遮音性めちゃくちゃ高いですよね。ここ飛行機のこの動いてる音はもちろんですね、飛んでる音とか外の音が全く聞こえないので、遮音性かなり強いなっていう風に思ってますね。前回泊まった時もちょっと感じてました。なんでまあ音でね起こされたりとかっていうことはねないなっていう感じですね。まあそれ大事ですよね。はい、ということで、ちょっとホワイトバランスをですね変更しましたね。ちょっとやっぱりどうしてもこのホテルの照明って暖色寄りすぎるので、それをちょっと普通に戻す感じでホワイトバランスの方設定変更しました。はい、ちょっとね自然に見えるんじゃないかなと思います。まあ、ホワイトバランスを変えた以外はですね、まあ、デフォルト設定ですね、特に色味の変更とかしてない状態で一応こんな感じで撮れております。はい、ということでね、ちょっと買ってきたもの紹介をして、その後ですね持ってきたガジェット紹介してですね今日は終わろうかなと思います。よし、はい、感じで今日はねちょっと物を買ってきまして、まずねちょっとローソン行ったんですけども、こちらですね、タンパク質ヨーグルト、まあ、これねちょっとあれだな、商品紹介設定にした方がいいかな。はい、ちょっと商品レビュー用設定に変えたので、はい、こんな感じでねお見せしやすいですよね。これがタンパク質ヨーグルト 20g タンパク質取れますよというのと、コラーゲンペプチドが 5000mg に入ってますよというやつですね。もうね、いかにこのタンパク質を取るかみたいなところに、最近ちょっとね、こだわっているんですけども、ちょっとこれ今飲みながらいきます。うん、めちゃめちゃ濃いねこれ。コラーゲンの味がするわなんとなく。ちょっとこれでタンパク質を取りながらねいきたいと思います。であとはね、こちらですね、カオルブラックですね、これはジョージアのコーヒーですね、アイスコーヒー買いましたよというところで、これもちょっと後で飲もうかなと思います。色がそんな多くなかったので、多分ね、途中でね、後でお腹すくので、カニカマスティックですね。これもまあコンビニ行くときよく買ってまして、意外とこれがですね、カロリーが74キロカロリーで、タンパク質の方がこれ 9.7 ですね、取れますので、結構ね、これもまあカロリーを抑えつつ、タンパク質取りたいっていうときに、結構ちょうどいいかなと思ってます。カニカマスティック。はい、で多分ね、こんな買っても食べきらないと思うんですけど、これビーフジャーキー系ですね。こちらが厚切りビーフジャーキーとアジタンジャーキーですね。まあ、この辺多分ね持って帰ることになりそうな気がするけど、一応なんかね、後で、ね、作業して、まあ、編集してる時にちょっとお腹空いた時のことに買いました。はい、チーズタラね買いましたよと。これは多分ね、全部食べたら結構やばいので、多分これもね、持って帰るかもしれないですね。で、あとはね、朝食用にですね、これはザバスのね、プロテインバーですね。一応糖質 30% オフで 15g ですね、タンパク質が取れますよというバーになってます。はい。で、あと、寝る前にね、飲もうかなと思いまして、こちらですね、睡眠の質を向上させる、これは、なんだろう、ヤクルトじゃないのかな？ギャバが入った、乳酸菌ドリンクになってますね。これ後で、寝る前にちょっと飲もうかなと思います。うちはヤクルト1000年、まあ、定期で、購入してるんですけども、まあ、あれ飲んでいてですね、めちゃめちゃぐっすり寝れてる気がするので、やっぱりね、ギャバとかね、すごい大事だなっていうね、気がしてますね。で、あとは、なんか初音ミクのですね、これはエナジードリンクですね。これもあったので、買ってみました。はい。まあちょっと明日かな、飲むとしたら。明日がね、仕事本番なんですよね。で、明日は、何の仕事かは多分、まだ言えないのかもしれないですけども、ちょっと撮影のね、仕事があって、撮影というか、出演のお仕事がありまして、まあ、企業さんのですね、チャンネルに、まあ、自分がね、演者として出演するっていう、まあ、仕事があるので、そのために来ておりますということで、まあ、何に出演したのかは、まあ、後日ね、発表できるかと思いますので、まあ、公開できるタイミングが来たら、まあ、ツイッターとかでね、お知らせしようかなと思います。はい。なので、自分のチャンネルで何かをやるために今回ね出張来たわけじゃないんですよね。なのでちょっと気楽っちゃ気楽かな。一応まあ台本とかがあったりとか構成とかがあったりして、まあ、ちょっとこの後目を通して、明日出演に挑むっていう感じでございます。はい、まあ、ちょっと明日ね頑張っていきたいと思います。で、あとはこれですね、マスクね買いましたね。もともと持ってたマスクがこのアンダーアーマーのですねマスクなんですけども、あれねスポーツ系のマスクなんで、このウイルスの飛沫をカットする機能とかそんな強くないと思うので、ちょっと強めのマスクを購入しました。はい、っていうのも飛行機乗ってて満席だったんですけど、隣の人とかですねノーマスクでめちゃくちゃ咳してたんで、あ、これやべえなっていう風に感じあったんですよね。で、あとまあそういう人が結構増えてる気がするので、ちょっとね自衛のためというかね、喉とか痛めないようにっていうことでマスク購入しました。はい、まあ、移動中とかね狭いところ行くときはね常にマスクしようかなと思います。で、あと、はい、戦うマヌカハニーですね。まあこれ喉飴でね、結構これね喉に優しいので家でも結構食べてるんですけども、こんなミニサイズあったのかっていうねことで、これ何個入ってんだろう、何個入ってんのかは個数はね書かれてないんですけども、相当ちっちゃいですよ。
まあ、かなりミニサイズで可愛い感じのね、戦うマヌカハニーになってますので、まあ、これはね、購入してちょいちょい舐めていこうかなと思います。正直自分もあんまり喉の調子良くないですよね。あの前回出張行ってからちょっと喉がね、調子悪くて鼻声になったりとか、していたので、まあ、ちょっとだいぶ良くなってきたんですけども、ちょっとこの辺もケアしつつですね、いきたいと思います。はい、体調は問題ないんですけど、若干鼻声かなっていう感じですね。はい、買ってきたものは以上になります。ということで、ちょっとねカバンの中身紹介にですね移ろうかなと思います。持ってきたガジェット関係ですね紹介していきます。どこで撮るのが撮りやすいかな、ここでいいかな。はい、ちょっと行こうかな。ではよいしょ、今回、ね、スーツケースね、持ってきておりまして、これですね、この中に、今回もよいしょ、こちらですね M2MAX の MacBook Pro 14インチですね、こちらを持ってきてます。メイン PC ですね。で、まあ、やりかけの仕事とかもあるので、この後やっていくのと、今日来る、直前にですね、動画撮っておりましたので、その編集とかもちょっとこれからやろうかなと思います。はい。時間を有効活用してね、まあ、ちょっとこちらで後ほど仕事します。で、あとこの動画もね、編集しようかなと思ってます。で、どうかな、今回ね、Z1MAX だけで来ましたけども、画質とか音声どうすかね。全部これ、内蔵マイクで撮ってますけども、音どうすかね。はい。ちょっとこの辺もね、チェックしつつ、やっていきたいと思います。で、これがですね、マスクにシュッシュする、まあ、アルコール除菌ですね。で、これがスティックのですね、日焼け止めですね。これガジェットじゃないですけども、スティックで、こういう風に、ね、出てきて、ぬりぬりできる、日焼け止めになってます。今日は日焼け止めすでにね、つけているので、明日ですね、外に出る前にね、使おうかなと思ってます。こちらが資生堂の日焼け止めスティックですね。はい、あとね、ついに今回持ってきました。こちらです。アンカーの727っていうですね、超薄型のですね、こちらが電源タップ兼充電器となってます。これ持ってきたので、まあ、これからね、パソコンとかね、まあ今撮影してるカメラとかを、まあ、充電して使っていこうと思います。一応ケーブルはですね、まあ、こんな感じで、まあ、ここにですね、こう、装着を、はい、しまして、こんな感じで結構長くですね延長できるので、その辺にあるですね、まあ、コンセントの方からですね電源取って、まあ、使えますよっていう感じですね。まあ、編集中とかに使おうと思います。まあスペックはもう以前紹介してるんですけど、100W の PD 充電ができるっていうのと、1000W の、まあ、AC 口の拡張ができる、まあ、電源タップになるっていうね商品ですね。まあ USB の Type-C ケーブルは、こんな感じで3本ほどですね持ってきてます。今回初持ってきたのがこれ、ユーグリーンの新しい USB Type-C の PD 充電できるケーブルになっています。この特徴はですね、こちら、見えるかな、差し込み口の片方がですね、L 字になっているので、まあ、邪魔にならずにですね、装着できるっていう、まあ、ちょっと頑丈な Type-C ケーブルですね。あとスマホとしてはね、iPhone 14 Pro Max ね、持ってきてまして、これまあ連絡用ですね。で、よいしょ。こちらにですね、クラファンまでやってるかな、もう終わっちゃった可能性もあるんですけども、まあ、マグセーフで装着して、こちらにタイプ C で接続して充電できるっていうね、マジェットっていうですね、まあ、スマホリングになってますね。スマホリングで充電もできる、ワイヤレス充電ができる。でさらにこの上でアップルウォッチの、はい、充電ができるっていうねものになってるので、ライトニングケーブルは持ってきてないです。 USB Type-C だけでね来ていますよという感じです。で、イヤホンに関しては今回ね3つ持ってきてまして、まずこちらですね、 JBL のツアープロ2ですね。これまあ非常に気に入ってる、ワイヤレスイヤホンで、今回は新しくですね、テクニックスのこちらですね、まあ、さっきもちょっと紹介しましたが AZ80 ですね、こちらを持ってきて、今回飛行機の中で使いました。めちゃくちゃ快適でした。もう正直ね、どれ選んでもそんな極端に失敗するってことはね、ないレベルに本当来てるよね。あと一応、ゼンハイザーですね。こちら、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス3ですね。こちらの3個で今回来ております。はい、まあちょっと、今回ね、テクニクスがね、まだ使用頻度というか、使用時間が短いので、テクニクス多めでね、ちょっと使っていこうかなと思ってます。はい。で、あと気に入ってるケーブルね、前回ちょっとベストバイで紹介したんですけども、Type-C ケーブルで、これ 100W の充電ができて、で、ここにですね、充電のワット数が表示されるよっていうケーブルですね。これも持ってきました。はい。長いんでね、使いやすいですよね。これはもうこの後すぐ使おうと思います。あと、モバイルバッテリーとしては、こちらですね、スマートコビープロ、ケーブルですね。こちら持ってきていて、今これ 100% の状態になっていて、これはですね、まあ、ケーブルが一体化されてますので、このまんまね、カメラとかに装着して充電できますよっていうね、ケーブルですね。まあ、ZV-1MK2、マジでカメラのこのバッテリー持ちがね、本当に良くないので、ちょいちょい隙を見てですね、充電して運用していく必要があります。あとは替えのバッテリーを持ってくるかっていうんですね。
はい。で、ただ有線イヤホン、こちらがね、有線ピアホン3ですね、こちらを持ってきてます。これはまあ動画編集するときとか、あとゲームねするときとかにね使おうかなと思っております。であとね、これ使えよっていう話なんですけど、まあ、これワイヤレスマイクですね、こちらがホーリーランドのラークマックスっていう、まあ、超いいあのワイヤレスマイクになってます。これもレビューしたばっかりなんですけども、こちらですね、はい、蓋開けますとこんな感じで入ってまして、デュアルチャンネルで収録ができるワイヤレスマイクになってます。これはこういう撮影、今日みたいな、ね、撮影で使っても良かったんですけど、まあ、今回はちょっとね ZV-1 Mark II の内蔵マイク検証ということでね、今回内蔵マイクで撮りました。まあ、本当はねこのワイヤレスマイク使った方がね多分音はいいんじゃないかなと思います。あ、そうだそうだ、まだあったわ。これ 100W 充電器ね、まだ持ってきてまして、これはユーグリーンのですね 100W 充電器ですね。まあパソコンあるし、スマホが今日3台持ってきてますね。でさらにカメラもあるしっていうことで、あの差し込み口が足りない可能性があるのでね、一応こちらを持ってきてます。はい、やばい、カメラのバッテリーが残り1になったので、ちょっと給電に入りたいと思います。はい、そう、こういうことがねあるんですよね。スマートコビープロケーブルの方で給電に入ります。であとはこちらですね、ユーグリーンのこれはですね USB-C のハブですね。まあ、これで、まあ、パソコンに接続をして、こっちの方で、いろいろね拡張できますよというところで、端子がですね、まあ、USB Type A 2つと、こっちに LAN ポートがあるよというのと、こちらにですね HDMI と Type C がありますよというところですね。まあ、拡張いろいろできて、一番今回、ね、使いたいのはここですね、SD カードスロットがありますと。で SD カードとこのマイクロ SD があるんですね。でマイクロ SD カード、今回ですね実はアクションカメラの方も持ってきているので、そのアクションカメラのもし撮影した時にデータを取り込むのに、こちらを使おうかなと思って持ってきました。でヒゲ剃りね一応持ってきてるんで、あの紹介しますが、はい、こちらがですねパナソニックの、ね、ラムダッシュですね、こちらをまあ結構普段使ってます。はい、こんなもんですね。であとはさっきちょっとちらっと紹介した、今回ですね ASUS のですね ROG Ally こちらも持ってきたので、まあ、動画編集終わって、時間があったらちょっと1時間2時間ですね、まあ、ゲームやろうかなと思って持ってきました。今回は、Diablo 4ですね、これをちょっとやろうかなと思って持ってきました。はい、ということで、今日はこんな感じでですね、東京出張ということで、まあ、Vlog ですね。ていうか、まあ、今回はそもそも ZV-1 Mark II をあの購入したよって動画なんですけども、そのまんまですね、前編この ZV-1 Mark II を使って、動画を撮ると、まあ、Vlog を実際撮ってみるということでやってみました。やっぱりね、Vlog カムなので、こうやって気軽にですね、こういう、まあ、旅行とか出張とかですね、そういう動画を撮っていくっていうことができるのが最大の魅力かと思います。で長回しに関しては今ですね実は18分連続で撮ってます。 4K30p ね撮ってますけども、まだ高音サインとかも出てないですし、普通に使えております。まあ懸念点はね、ほんとバッテリー持ちだけですね。そこが本当に弱いので、やっぱりこういうモバイルバッテリーとかですね常に持ち運んで使っていく必要があるかなと思います。でそれ以外、あと画質と音質っていうところですね、今回の動画チェックしてみて、どうだったかね、ぜひコメントください。今回は ZV-1 Mark II購入してそれだけでね、撮影しました。であとね、今回ホワイトのカラーね購入したんですけども、あの車のダッシュボードとかですね、めちゃくちゃこの熱くなりやすいところに置いていてもですね、あの熱そんなに吸収してなかったですね。黒いカメラってめちゃくちゃ熱くなるんですよね、あの熱が当たると。だけどこのホワイトボディ あのカメラは熱を結構吸収しにくかったりするので、夏とかにですね長時間使いたいときは、実は多分このねホワイトカラーの方があの強いかもしれないですね。熱耐性的には強いかもしれないので、あの、まあ、熱耐性とかも考えるとホワイトの方がねなんとなくいい気がしています。はい、めちゃくちゃあの荷物今回軽かったです。はい、あのガチカメラ持ってこなかったんで軽く済んだのでね、良かったなと思ってます。ということで今日こんな感じで以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。